宇宙食。宇宙食とは、宇宙において栄養素を摂取できるように料理、もしくは加工された食品である。宇宙食は、主に宇宙船の中で、宇宙飛行士が食べる食物を指す。有人宇宙船の内部は無重量状態であり、人間が生活するための空間も狭い。そのため、食事に必要な環境と設備に制約が生じる。これらの制約を回避し、 宇宙飛行士が効率よく栄養素を摂取するための食品として宇宙食が開発された。宇宙食が満たすべき要素は大きく分けて次の通りである。このうち軽量性については、スペースシャトルでは燃料電池を用いており、発電の際に複製生物として水が発生することから、この水を加温して調理に用いるのが最も効率的である。 そのため、加水調理に適しており、保存性、栄養、食感の面でも優れたフリーズドライ食品は、多くの宇宙食に採用されている。フリーズドライなどの技術は、民生技術として、インスタント食品に広くいられるようになった。宇宙への輸送コストが、現状では、スペースシャトルでも 1kg あたり、約8,800ドル程度かかることも、軽量性が重視される一因である。 周期については、魚などは今も検知される傾向にある。また安全性に関しては、宇宙船内で供給される湯は、火傷の危険が生じないようにするため、スペースシャトルでは摂氏70度、国際宇宙ステーション、ISS では摂氏80度止まりという事情があるため、インスタント食品でもこの温度の湯で美味しく調理できるものが求められる。 水分の多い料理は粘り気を持たせて飛び散らないようになっており、またスープやジュースはパックからストローで直接飲むようになっている。現在では宇宙船内で電気オーブンレンジが利用できるため、レトルト食品等はこれを使って温めることができる。しかし電子レンジは缶詰やアルミ包装のレトルト食品に使用できない、ほか電磁波の隠し機器への影響も懸念されるため採用されていない。 地上では宇宙関連の博物館で見上げ物になる程度の市場規模が現時点であまり期待できない宇宙食にこれだけの研究開発が行われている背景には宇宙ステーションでの長期滞在や火星への有人中探査が現実味を帯びている中で骨粗症症など宇宙空間で起こる深刻な健康上の問題に対応する必要性 またある意味単調な生活の中で食事が非常に重要な気分転換となることがある。このため味の面での改良やデザート等の充実も図られている。この他にも国際宇宙ステーション計画では様々な国の様々なクルーが生活することから各国の料理に関連した宇宙食が開発されている。初期の宇宙食は喉に食べ物が詰まるのではないかとの不安から チューブに入ったものやトレイに充填されたペースト状のものが多く、離乳食に近いものでもあったため、宇宙飛行士からの評判も悪かった。その後、人は無重量状態でも問題なく、食べ物を飲み込め、消化できることが分かり、現在の宇宙食は種類も豊富になり、その種類は選手ほどもある。日本人宇宙飛行士がスペースシャトルに登場する際には、 日本食も搭載される。搭載される料理が実際に公募で選ばれたこともあった。宇宙食のアメニティ性がどんなに進歩しても、やはり宇宙飛行士にはテーブルについて温かい食事を取ることはしばらくはままならない。このため、アメリカ航空宇宙局では打ち上げ直前に隔離された部屋で最後の食事をテーブルで楽しんでもらうという儀式。 伝統もカウントダウンの作業に含まれている。アポロ計画の頃からの習慣のようだが、現在のスペースシャトル計画でもこれは引き継がれている。今日の宇宙食は地球上で作られた食材を地球上で加工し、それを宇宙船に積んで打ち上げているが、さらに人類が長期間宇宙に滞在するようになれば、宇宙食は地球から運搬するのではなく、宇宙で 自給自足する必要が出てくる。そのため宇宙空間で生物や植物を育てる試みは宇宙開発の初期から行われてきている。この考えをさらに延長して完全に隔離された空間に植物や生物を閉じ込め孤立した生態系で自給自足の生活を行うことができるかという実験バイオスフィア2が地上で行われたこともあった。また、 宇宙船内の限られたスペース内で効率よく作物を栽培できる水耕栽培施設の研究も進んでいる。規模の小さいものでは古くより微生物、酵母などを用いた食料生産システムも想定されている。現在宇宙食には大きく分けて一般食と特別食がある。一般食は現在宇宙船の打ち上げを行っているアメリカ航空宇宙局よび ロシア連邦宇宙局が開発しており、常設メニューとして、基本的にどのミッションでも採用されているものであり、開発国の関係上アメリカ及びロシアで一般に食されているものがほとんどである。一方の特別食はミッションに参加する宇宙飛行士の希望から、主に各国の宇宙局が開発し、搭乗予定の期間、ISS の場合は、 なさかロシアの審査が必要の審査を受けた上で持ち込みが許可されるのである。特別食は前述の食事によるリフレッシュという側面から搭載され、特に米ロと食文化の違う国の宇宙飛行士が十分なリフレッシュを行えるようになっている。一般食は主にフリーズドライ、米や缶詰、ロシアで前述の宇宙食としての条件を満たす必要があるが、 特別食の場合は短期間の消費を前提とし、レトルトパウチ食品や単なる密封包装程度で、始めが可能となる場合が多い。2007年以前の日本の宇宙食や、韓国が開発したキムチスジョンガチャ、韓国ラーメンなどの韓国料理は、特別食である。国際宇宙ステーション ISS 計画においては、アメリカやロシア以外国の宇宙飛行士も、長期滞在するため、 宇宙食のバリエーションを増やす必要があることから、計画参加国が独自に開発、認証する枠組みが定められた。日本でも JAXA が認証基準の制定と認証作業を行っており、2007年6月には第1回目の認証が行われた。これにより日本製宇宙食、宇宙日本食は、どのミッションでも供給できることとなり、今後は、 各国のバラエティ豊かな食事を宇宙でも楽しむことができるようになる。日本の食品は特別食、一般食として多数が宇宙で食されている。例としては、たこ焼きや赤飯、味噌汁などが揚げられる。変わったものとして、STS-65 ミッション時に、向井千秋が公募して、持ち込みだ菜の花のピリ辛和えなどがある。前日の通り、 特別食の場合は、一般食と比較して、多少緩い制限で、持ち込みが許可されるが、食品の性質によっては却下される場合もある。毛利守は納豆を機内に持ち込めるか、アメリカ航空宇宙局に承認を求めたが、匂いの点では合格だったものの、糸を引く点が原点材料となり認められなかったという。せんべいなどは、粉が飛び散ってしまいそうだが、実際に、 若田一が特別食としてて持ち込み、ススペースシャトル内で食べている。宇宙食に不適な食品の代表格としてラーメンがあったが、これも日清食品中央研究所がスペースラムという名称で実際に開発したインスタントラーメンを野口聡一が持ち込んでいる。この宇宙ラーメンとも呼ばれるスペースラムはカップヌードルをベースとしているが、一般に食べられているカップ麺とは 少々異なり、袋の中に摂氏約70度と低温の湯で柔らかくなる煙筒にまとめられた麺味塊が入っており、これに油注入、所定時間を置いてから袋を破って煙筒状になった麺をフォークや箸で食べる。スープは飛び散らないように粘度が高く、少量で麺にまぶす程度しかないが、満足感を増すためにやや香辛料を効かせた味となっているという。なお、醤油。 味噌、カレー、豚骨と4種類の味が用意されている。また、かけそば、どんべいや焼き鳥も、ドイカカオが持ち込んだ。そばもスペースラムと同様に低温なお湯で戻すことができ、麺は3個の塊になっている。これらの食品の開発も日清食品が担当した。なお、前述の通り、宇宙航空研究開発機構が、食品会社と共同で、 認証審査及び選定を行った宇宙日本食は ISS の一般食に採用されており2008年からは通常メニューとして宇宙日本食を食べるとが可能になった主なメニューとしては前日のスペースラムをはじめおかゆや日本式のカレーサンマのかば焼きや緑茶などがあるこの宇宙日本食は他国の飛行士にも人気があり余録としては 野口の食料として ISS に持ち込まれた宇宙日本食を他国クルーが全人日本人クルーの若田光一の置き土産と勘違いして一部を喜んで食べてしまうチン事も起こっている。ただし宇宙食はもともと多めにあり輸送も頻繁なためミッションに影響はなかった。スペースシャトルへの日本人クルー登場ミッションではこれらクルーの栄養維持やリフレッシュ用などに その宇宙飛行士個人の好物が宇宙日本食以外にも特別メニューとして積み込まれ。これらは日本人クルーの分だけではなく他のクルーが消費する分も用意され、いわゆるコミュニケーションツールとしての側面を併せ持つ。日本食とされているものの和食に限定されず、日本の家庭料理で一般的に取り入れられている料理なども含まれる。中、 以下のメニューの中、2008年以降の分には一部ボーナス食ではなく、宇宙日本食も混じっている模様。比較的短期間の宇宙飛行での食料としては、専用に開発された宇宙食以外に、市販されている缶詰やレトルト食品が持ち込まれることも多い。2002年4月に行われた国際宇宙ステーションへの飛行ミッション STS-110 では、公開された画像で、 ハウス食品のカレーマルシェと完熟トマトの林ライスソースが食されていたことが一部の話となった。なお、このミッションに日本人宇宙飛行士は含まれていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。